あのね見てこのカットのここやばいねって言ったら田中がそれこは初めて言われたみたいな。でちょうど私の前にミュータンがいたんですよ。その会話を聞いててまたあんたはそんなとこばっかりまたって言われてどこだったかはちょっと言わないですけど、お尻じゃないです。ちなみに言えないかも、一生言えないかも。でも私はやっぱりなんか着眼点がその周りでみんな見てた女の子たちと違うんだなって気になったところがやっぱ違くて、男子の毛穴とかそうじゃないです、皆さんがここですかっていうとこあったら教えてください。はい。